難波でたっくさんのアイドル見てきたで。それでこの動画では大人の事情でたっくさんのアイドルの紹介はできひんけど、ちょっとだけ紹介するで。まずはこの子、ベイビーリップスっていうグループの南ゆかりちゃんや。南ゆかりちゃんは一言で言うたら超絶可愛い。まあ、ミックス風に言うたら超絶可愛いゆかりや。なあ、覚えときや。他に気になることあったら、ライブ行ってあげて。物販で喋れるで。お次は本命この子や。そう。もう、僕の動画で言わずと知れたパステルソーダや。この子らは、奈良県アイドルのラムネのように可愛く弾けるかコンセプトで活動してるセルフユニットである、言い間違えたセルフプロデュースであるパステルソーダや。薄、代々担当のなぎち、薄桃担当のいち、薄緑担当のまいまいや、中学生、高校生、大人の3人で成り立ってるユニットや。おっちゃん喋りすぎたな。だからもう黙るわ。まあゆっくり動画見ていって。
一人でもベイビーリップス南ゆかりです。よろしくお願いします。Thank you.
薄緑担当マイマイこと森永舞です。マイマイ。はい、薄大大担当のなぎちこと河村なぎさです。なぎち。はい、薄桃担当のいっちーこと市原くるみです。いっちー。この後後ろでグッズ販売するので、もしよければ来てください。以上、私たち奈良県のアイドルパステルソーダでした。ありがとうございました。この番組はあなたの愛活に夢と自由を、セルフプロデュースの提供とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。